しまってる。うわーこれいいね。おお強烈。かっこいい。すごいね。ゲルマニア。ゆっくりです。です。もう二人はさ、この YouTube がきっかけで韓国料理いろいろ食べ始めたじゃないですか。どんな顔ですか今日。どんな顔ですか。困らせに行くよ今日はね。韓国料理に接し始めたから好きになった食材とかっていろいろあるじゃないですか。うん。エゴマ。エゴマね。エゴマそんな食べてなかったでしょ。食べたことなかったんじゃないかぐらいです。まあ今日は韓国料理の日本の聖地である新大久保に来てるわけですけれども、エゴマを栽培してる場所があります。うーわ、やっていいんだっけそれって。ね、これちゃんと。あれだね、自分で使う用だったら。そうそう。販売は所持と販売が違うみたいな。エゴマを自家栽培して、でそれを料理に出してる、そんなお店、取り立てエゴマでエゴマ尽くしの韓国料理を今日は食べていただこうと思います。やば。行ってまいりましょう。新大久保のオーバーエイジ枠です。パク先生です。あ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。このまま群馬県に4時間歩くことになるとは。テアミガの秘密の農場がありますと。ダンジョン感がある。こんにちは。屋上ですか。あ、わすげえ。広がってる。うわこれいいね。これわーお気持ちいい。気持ちいい。屋上でエゴマの匂いするんだな。これ芯の部分に短くじゃなくて大体1センチ半、2センチぐらいこうやって取ってください。え、これ全部エゴマ。エゴマの葉っぱ。へえ。大きいのから取った方がいいんですか。もう自由で取ってください。はい、大丈夫。エゴマ狩りですね今日。じゃあちょっとすいません、早速ね、そのね猫じゃらしちゃんをねポキッと取って。こう、あ、これは結構大きいですね。いやーでもか。おお、強烈。エゴマの香りする。これはエゴマです。なんか絵がいいな、なんか。あーめっちゃいい匂い。もうこれ雪野菜だから食べてもいいよ。うん、もう香り強い。うわいつもより。噛むと待って、すごい噛んだ後すごい香りくるよ。ここにすごい匂い飛んできた。いつもと全然違うね。マジすごい。ちょっとミントンっぽい、なんかいつもと違う、このミントン爽やか抜ける香り。へえ。こんな、おおすごい独特の癖があるこれね。へえ。すごい。今日はこの有機栽培のテアミングのオリジナルのエゴマの料理をね食べていこうというわけです。すごいね。爽やか。なんか青空レストランみたい。これをスーパーで販売するニラはすごく、これあの柔らかくない、これはすごくあの柔らかい。へー。これやってて後でチヂミすればすごく美味しい。やったー、すげー。なんかこういうのしたかったんだよね。ちょっと自然とターン。そうそうそう。新宿でやると。これはいい匂いするうちは見てた。うーん、すごいね。皆さん香り感じますか？エゴマの香りです。全然違ったよマジで。確かに。取り立て。なんか別物だった。うん、別物だったね。ミントみたいなね。そうそう。スースーする。香りもめっちゃ高いけど、なんか爽やか系の刺激もちょっとあるんだよね。これが不思議だったね。これはさ、料理にするわけですけれども、まあエゴマが大事になる料理。今まで思い返した中で、はい、あ、これが出てきそうだなみたいなのってあります？カムジャタン。あ、思いました。ああ、なるほどね。カムジャタン。カムジャタンはエゴマ大事ですと。おお。じゃあなんでも煮込まないといけないし、粉でしょあれ。うん、いい匂いだ。皆さんは大事なものを 見逃しています。あれれ
カムジャタンとサムギョプサル以外に何かあったかな。エゴマのキムチだ。これは絶対に出てくる。エゴマのキムチ、あなたが今日の主役です。ドアに珍しい CM で。さて、うわ、取れたてのコンロだ。ごめんなさい。あ、うわ、おしゃれ。おしゃれに出たね。これはさっきのニラですか。さっきのニラとエゴマの。エゴマが入ってた。で、カムジャタン。うわ、カムジャタンか、やっぱり。うわお、よくわかったね。さすがじゃん、カムジャタン。まあ、エゴマがね、一番うまい料理ってなると。ちょっと待って、飛び入れ。おしゃれ。これはエゴマをこうやって入れていくんです。これ入れて、そうだね、しゃぶしゃぶみたい。あ、エゴマをしゃぶしゃぶする。しゃぶしゃぶね。うわ、やば。肉。カムジャタン久しぶりっすわ。そうだね。これは干した白菜。あれか、ウゴジ？ウゴジですね。ウゴジ。うわ。取れたてのエゴマ。あ、入ってた。すごい、こんな入れ方すると思わなかったわ。かっこいい。すごいね。やっぱ見た目いいね。はい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 。本当にしゃべしゃべよ。ね。しゃべよっか。緊張する。わーお。おしゃれな食べ方。美味しい。何これ。おしゃれだね。うん、豚肉とじゃがいものスープにしゃべった。しみてる。しみる。やっぱ最高に合うよね。めっちゃ合うし、さっといくのがポイントです。うん、うわうまい。いや、これうまっ。楽しいよ、これ。どんどんめちゃくちゃうまっ。これシャブうまくね。シャブうまい。シャブ大丈夫。シャブって言って大丈夫だよ。うわ、緑のシャブうまっ。なんか不思議じゃない？カムジャタンを食べてるのか、ゴマを食べてるのか、うん、ちょっとごめん、いや、取ってなかったんだけど、ウゴジがうまい。そう、ウゴジうまい。うまウゴジめっちゃうまい。びっくりだったよ。やっぱスープがすげえうめえの。味噌エゴマ豚骨って感じ。なんかね、調味料がわかんない。他にないよね、なんか日本料理には全くない味なんだよね。だからそこがこう、いいよね。いいよね。そしてこれも先ほど取ったばかりのニラとエゴマの豚。おお、あら、おいしい。爽やか。野菜食ってるみたいな。野菜食ってる。本当だ。収穫したのね。でも、もちもちで、シャキシャキで、おいしい。な、このカムジャピョ、カムジャゴネ、背骨ですね、のお肉ですよね。ご飯ついてるの、おいしいよ。油しかも全部落ちてさ、うん、みんなよ、軽く食べれるっていうか。わあ、相当煮詰めて、はい、エゴマの味さらに染み出す。これをね、使って最後あれを作っちゃいます。市民プール。問題に戻ってこい、問題に。ポックンパね。見て、このポックンパ。なんかいろんなもの、これだけで食べたいぐらいのやつを入れちゃうってこと。カーニバルだ。古代米ですか。じゃあここ米か。韓国はね、今健康のために白いご飯はあんまり食べないですね。韓国はじゃあここ米。そうなんだ。なるほど。あ、わってか香り。いい匂い。もうさっと食べちゃいたいね。これ熱々のうちに。残念。カムジャタンってポックンパするんでしょ。うん、するする。ちなみに一回カムジャタンの回初めてやった時、韓国人のコメントでなんでポックンパやんなかったんだっていう。めっちゃ切れ。そうしたから。ここまで食べてカムジャタン。おお、なんだこれ、うめえ。さらに追い汁。うわ、うん、めっちゃうまいな、これ。今までのポックンパ回と違う住所。夫婦しよっか。うん、おいしい。おいしいな。これもカニ。カムジャタン。カスカニ。エゴマ。カミナムリゴン。確かに。カミキーに行きたい。エゴマみたいにしてください。
長沢君。長沢君みたいな。コスタムシティまたまたこれもう P ボーイでしか撮れない動画だったんじゃないですか。最高だったね。さすがにね、そのエゴマ狩りまでは体験できないんですけれども、はい、その後からはもう全部一緒です、ね、同じフレッシュな野菜でフレッシュな韓国料理食べれます。これ最近食べたので一番おすすめしたい。すごいじゃんこれは。期間限定です。9月末まで。しかもさ、多分なんかなるべく早く行った方がいいよね。あの今のうちにペヤミング来てから、うん、エゴマしゃぶしゃぶカムジャタンたまには食べに行くのも。ありがとうございます。あいやー、100万円払えばエゴマ狩りさせてもらえますか。今でしょ。は100万円주면은게임있다기할수있어요지금이지やってくれた。しぐみじ